はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、安倍元総理の暗殺に関しての話題になります。ここへ来て、はい、整合性がぴったりと一致することになります。それが何かというと、お立ち台の位置なんです。今頃何言ってるの。そうなんです、微調整なんです、これね。はい、お立ち台の位置、ファイナルアンサーはここなんです。いつも見慣れてる位置なんだけれども、これ実はね、微妙に違うんです。微妙に違うんです。もっとこっちで、こちらでね、これね、微妙に違うんです。これどういうことかというと、今日ね、コメントをいただきましたね。こんばんは、やぶお食事失礼いたします。石波のおじい、サードの方で取り上げてくださりありがとうございました。お食事はできましたかね、なんとか。でも昨日えらい目にあったんだよ。お味噌汁一生懸命作ったんだけど、お風呂上がりに食べようと思って、でちょっと温めようと思って、そのまんま忘れちゃって、消してから行ったつもりが消さないで行っちゃって、シャワー浴びてなんか焦げ臭いようにしてあっつったら、半分ぐらいなくなってた。でもう吹き出てすげえことになって、でちょっとおじやみたいになってたんだよ、味噌汁が。あーと思って、で今日お水を薄めて、またねお味噌追加して、残りあと今日夜1回分ぐらいあるからね、それ食べなきゃならないんだけど、もったいないからね、やっちまったんだね。兄様にも感謝です。私も動画初めて見た時、信じられるわけないだろう、なんか作り物ではと疑って見てましたが、お知らせしました YouTube の考察動画を何でもスローで確認したら、手元がアップできないので、確実に 何を手にしているかまでは確認できないにしても、何かしている事実は変えようもない証拠になると思うようになりました。これね、でおじいもおっしゃる通り、周り全て協力者であるなら可能性は高いのではと考えられます。時系列にしてみますと、山上が2発目発砲しちゃった時から15秒ぐらいのとどめになります。この短時間にカメラに映らないよう行動するなんて、プロの仕業のように感じました。本当に恐ろしいですね。その後いろいろ調べてみましたら、おそらくサワシティビルの住人によるスマホで撮影された動画がございましたので、よろしければご覧になってくださいということで、このアドレスで撮影されていた臨場感がありました。またしてもなかなか失礼しましたということで、でこの動画がどの動画かというと、この動画です。安倍元首相を撃たれるってやつなんだけど、これが実はカットはされてると思うんだけども、撃たれた後のちょっと長いバージョン、ツイッターにアップされてた「助かりますように」だかなんだっけね、あれの考察と上からのやつなんだけど、あれ実はこれの途中からだったんだよ。でその前のから映ってる動画がこれで、本当の赤い位置が分かったの、実は2度動かされてるっていうね。どういう内容かというと、この動画リンク貼っとくけどね、その動画だとこの山上容疑者がここにいるんだけども、まずこっからこのおばちゃんがこうやってやるね、この前の状態なんだけど、ここで倒れてね、みんなのぞき込んでるんだけども、赤い台がここなんです。実は動画流すとまたあれになっちゃうからね、リンクだけにしとくけども、実はこのガードレールに限りなく近くて、でこの白線のこのギリのところにこの角地が乗っかって、跡が出っ張っているっていうね、そういう状態だったわけです、これがね。本当にね、ここ人一人分入れるか入れないかぐらい前まで持ってきれたんだね、これがね。それで、その後ね、おばちゃんがねこうやってやるシーンとかもあったよね。それでその後こっからなんだよね、この台がこれ足でね、お前邪魔だねってちょっとピッと動いたりとか、あとこの人がねこれ手取ってそっちに行くんだけど、この時に触られたりとかで、あとこれでねグッてかなり動いてるでしょ。これ最初の頃見るとほら
ちょっとし出てるだけなんだけども、もうこの頃に来るとちょっと出っ張ってるよね、グッてこうおしゃれてるの。それでこの人がまたね、触ってグッてこの線のこっちに、飛び出すよね、これがね。それでグッて埋め込んで輪がこうなるんだけども、ね、こういう状態になりました。ね、こうなってくる。で実はね、まあ、これが真ん中まで来てるけど、おじいこの人がこの人が動かす寸前、上から見てたスタートラインでこれが動かしてたんで、あ直前が落ちてたって前回作ったんだけど、その前に一回ちょっと動いてたっていうのがね、動かしてたっていうのが、それが分かりました。でこの微妙な違いが何を意味するかね。はい、これが修正前、修正後なんだけど、修正前はここのところに角が合わせてね、こっち側の出っ張りがかなり多くて、それで山上容疑者のこのマンホールがあって、ここのところのラインからまっすぐのところだから、まあちょっとややこっち気味でも、まあほぼ真後ろなんだけど若干右寄りって感じでずっと言ってたと思います、この位置関係がね。でそれが今回のこの頭がちょっと出て、ここが寄りだとほとんど真後ろなんだね、これがね。でこれがね、どれぐらい違うかっていうと、この角度とこの角度だとまた全然違うし、またさらにこのマンホールの右側のこの白い点のこのね、白い点があるけど、こっから打ったって言うとこうなっちゃうから、ビリに当たっちゃってね、選挙カーにもパーキングにも行かないって、ここに白い点がこっから打ったっていうね、警備員の席、これねマンホールの前のここのとこから打ったよっていうと、これがこうなっちゃうわけなんだよ。だから一生懸命ねビリに当たっちゃう当たっちゃうってね言うけどね、全然お角違いな方向なんだね、これね、角度が全然違っちゃうんだね。それで、今回のねこの修正だと、まあほぼもう真後ろから本当狙ったんだなっていうのが分かりました。でそこでこの PDF ね、これね、例のこれの発砲したところの後ろのこの数値の2発目県道横断開始で、で、取り出してで、1発目を発砲で、前進してで2発目を発砲、これがね河野の位置関係なんだけども、このジェブラのこの前のね、ここの位置はねほとんど合ってます。でこれの1本目2本目のこの2本目の本当はこのジェブラのここのとこなんだけど、この位置が若干なんかそれでもね、もうちょっとここではないかなと思うんだけど、これが本当に合ってるのかなっていうね。であとこの横断歩道の数が合わないっていう視聴者さんからの指摘があったんだけど、それもちょっと調べてみないとわからないです、これがね。なのでね、これやっぱちょっといい加減なのかな、これがね、ここの位置関係がなんか1個1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18本で1,2,3,4,5,6,7,8,9,10の11,12,13、ここら辺にあったはずなんだけどね、本当はね、ここが視聴者さんからの指摘だったんだけど、これがね、これだね、これの
この横断歩道のこれ、あ、動かしちゃった。あ、うちでも後でいいのか。あの後であれしようね。これがね、横断歩道の数なんだけど、これね、全然あの いい加減だよ。これね、あ、大きくならないのか。ちょっと待ってね。もうちょっと大きくしたいよね、これね。横幅を。ちょっと Windows 10ってバカだな、ほんと。よいしょ。はい。で、おじいがね、この2本目のここだよね。おじいがね、これが、1本目2本目ここだよね。でここの位置なんだけど、その時に前回確か 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 5と10なわけで、で 11,12,13 のここかなって言ったけども、12かってね。だこの12のあたりね、前つけた時は5と10のとこ5、10ってやって、で12、13ぐらいのところってやってたんだよね、これはね。だあのこの横断歩道のこの数がね、実際のものと全然違ってるっていうね、この位置関係がね。でこれを見ても実際にそうだよね。ここに 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 あのいっぱいあるよね。ほら、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 おかしいだろこれ、おかしいだろこれ、すごいね、いい加減なんだよ。だからあのここのブロックの位置関係とこれの位置関係の12個目と13個目ってこの位置関係も合わねえし、これいかに奈良県警がこれね、やっぱいい加減だよこれ、ほんとね。あの視聴者さんからのコメント、横断歩道の数が違うあ、これね、ここだけいい加減にやってるけど、これ合わないんだよ、この場所関係が合わない。これがほんとね、これね、この1個目2個目2個目でしょ、2個目3個目でしょ、このね、だ2個目のラインの上の2個目と3個目のちょっと縦軸でと真ん中ぐらいなんだけど、これね、2個目と3個目だとするならばここら辺なんだよね。だこの位置関係がもう全然根本的に違うんだけど、ほんとこれね、適当、全体的な整合性が合うように作られていない。めちゃくちゃこれがね、四十九日に公開されたやつよ。何やってたのって感じなんだけど、いや恐ろしいよねこれね。まあこれのジブラもないんだけど、この位置関係が適当すぎる、なんとなくこんなもんじゃねえのみたいな、いやなんとなくで作られてもなーって感じはね。ここのだってブロック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 でちゃんと均等ぐらいでブロック、このジブラの1個の左で2個3個4個の始まりのところにあるから、このジブラのところに合わせてこのこれはほとんど置いてあるじゃん。それすらもだってこれこことここ短くて、こことここが広くて、これはだっていい加減じゃん、これ7個の数だけ合わせてんのかな。1,2,3,4,5,6、まあ7個か、7個なんだけど、ここの間隔がだってジブラの間隔が均等じゃないってことだよ、あのわかる、このゼブラのここの間がだって均等でこれがなるわけでしょ。どう考えたってこれおかしいじゃん、この位置、これが
俺が誰がどう見たって、あ、どっか行っちゃったけど今おかしいでしょ。これどう見たってなんかだん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 つじつま合わせて適当に作ったわけでしょ。だから これでいくとジブラの感覚がここが狭いってことになるよ。これおかしいでしょ。これどう考えたってこうな、だここあの平行四辺形なんじゃん。ここが平行四こっちは切ってこう切ってるけど、これ平行四辺形になるよ。これ完全にこういう台形になるよ。平行四辺形だね。あの台形だ、台形になる。バカだろー奈良県警本当に。だからこの位置関係でちゃんと割り出せられるわけがないんだよ。横断歩道も違うし、これあまりにもいい加減すぎるよこれ。おかしいよこれ。やっぱこれに合わせようとするとおかしいよこれ。そうでしょ。だからこれが奈良県警クオリティなんだよ。でこれを証拠としてあの裁判やろうとしてるんだから、恐ろしいだろ奈良県警って。バカだろどう考えたって。どう見たってこれ均等だろ。これ台形になってねえだろう。この石のところ来てて横断歩道の数だって見るからに全然違うよね。え、怖いだろう奈良県警。怖いだろう本当。ほら全然違うよ。奈良県警のあれね、これの正面関係は合ってるけど、この位置関係が全然合ってねえんだわこれ。だからおかしくなるね。ダメだよ根本的に。あの2、3日前に再度現場検証やったみたいだけど、おかしいだろうどう考えたってね。だからやっぱりね、まあ、ほぼ後ろ、もう若干もうちょっと、これちょっとはみ出てたからね、もうちょっとこっち側だと思うんだけど、まあ、ほぼ後ろから狙ったよ、ほぼ後ろから、本当に。ね、だからやっぱ奈良県警の報告書類から、追っていくとおかしくなる、いい加減だから。ね、だからあのマンホールもないし、あのジブラも適当にこっちに合わせた因果関係でこれでになってないかもしれない。適当だと思うよ。合わないと思うよ多分。一致しないと思うよこれね。がっかりするよ。あの我々素人の方がその辺ものすごく気を使いながら、あのピンポイントで位置を微妙にこう調整しながらね、ちょっと違ったら角度が違うって言いながら、おじいやあの土台がしっかり作らないとだいぶ違っちゃうよって言いながら一番重視してる部分なのに、肝心の奈良県警がこんないい加減なものの報告書を作って、それあるわけないじゃん。何考えてんの本当。これは国民として抗議しないとダメよ本当、ね、だあんないい加減なものを四十九日に公開されたんだよ。であんないい加減なものをね作ってる間にね、本部長とあの長官ぬく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 しててね、でも逃げてっちゃった。おかしいだろこれ、ね、おじいはね本当に腹が立ってたまらない。税金泥棒ね、奈良県警のやつらもこの2ヶ月以上ぬくぬくと税金泥棒じゃん。無駄なことして。そうでしょ。ほんとただの税金泥棒だよ、ね、あのもうこれ捜査権あの YouTuber に任せるとかいいじゃないの。おかしいよこれね。はい、そんなわけでね、お立ち台の動かされる位置はここでしたということで、このラインの、
この本当人が一人こう通路で行けるかなぐらいのところのここのラインのところにねちょっとはみ出るぐらい、あとはこちらがはみ出るっていうね、この位置関係でありましたね。だほんのちょっとだけなんだけども、このちょっとのね、これがこっち側にずらされたところを基準にしてたので、斜めちょっと若干斜めになったけど、本来はここの位置関係から真後ろだほぼね。まあそういうことで、これがまたマンホールの方からちょっと全然チップカブになっちゃうので、もう論外だと思います、個人的にはね。はい、そんなわけで、だん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 真実がピンポイントで調整されてきたね、最後の微調整がこうだんだんできてきたんではないでしょうかね。まあこれがね、意味があるかないかっていうと、ここの微妙なほんのちょっとの差がね、飛んでいく方向にものすごい影響を与えるので、ね、であとあの人の一発目がね、安倍さんのこっち側をこう通ってた、あれもすごい現象ドンピシャだと思うからね、それまた動画作るけどもね。とにかくこんなにも奈良県警がいい加減、書類もいい加減っていうね、一番重要な基本となる基礎となって計算する部分がいい加減、ね、呆れて言葉が出ない、ね、はい、そんな動画でございました。これがもうね、おそらくチョコで煙が立ち込めてるのでね、この状態、上にのしかかってるこの状態なんで、まあほぼこれが動いていないじゃないかなとおじいは思います、ね。まあ、あとは実際のこの位置関係と安倍さんがこうした時のね、あの時にちょうど見えないと思うんで、別資格の絡むやつかな、入ってく状態とか、そこら辺のところから これと照合することになりますよ、ね。時間かかるんだよ、また探しながら、この微妙なこの出っ張り具合の これぐらいかなみたいな、こう位置合わせとかね。でもこの微調整って地道な作業がすごい大事だからね。はい、そんなわけで今回は、もう奈良県警がさらに信頼できなくなったんではないでしょうか、皆さんもね。はい、そんなわけで参考にしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。情報くれた方はね、ありがとうございました。ナイスです、ね。はい、そんなわけで終わります。またね、バイバイ。